パーミンダ・ナーグラはイギリス出身の女優。両親がインドからの移民であるため、彼女はパンジャーブ語も流暢に話す。彼女のファーストネームであるパーミンダーを元のパンジャーブ語の発音に沿ってカタカナ書きするならパルミンダルとなる。学生時代はビオラを弾いていたが、後に演技に興味を持つようになった。イギリスのテレビに顔を出していた程度だったが、2002年に ベッカムに恋してで、サッカーに夢中になる主人公の女子高生に抜擢された。ちなみに、彼女が ER 緊急救命室で演じているインターンのニーラ・ラスゴートラはイギリスに移民したインド人夫婦の娘ということになっており、彼女が医学生の頃、パンジャーブ語のラップでダンスをするシーンがあった。また、劇中でもビオラを弾いていたという設定にもなっている。 写真家のジェームズ・ステンソンと7年間交際し結婚。2008年12月に妊娠していることを明らかにし、2009年5月28日に男児が誕生した。パーミンダーに含まれるインダーとはインドラ神のことであり、ヒンドゥー教では男性によくつけられる名前である。しかし、祝教とは女性にも男性の名前をつけるため、男性の名前を持つ彼女は、 宿教徒であることが伺える。さらに、王女を意味するカウアーは、宿教女性独特の名字である。http://cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n0016150 er 緊急救命室のパーミンダナアグラに、男児誕生。シネマトゥデーヒンドゥー教と宿教は全く別の、宗教と思われがちだが、 シク教はヒンドゥーから派生した宗教であり、実体はヒンドゥーの一派として扱っても差し支えのない宗教である。ゆえに、シク教徒がヒンドゥー教の神様の名前を名乗ることもある。シク教徒は同じ家族内でも男性と女性では名字が異なる。パーミンガーだけでは男性であるのか女性であるのか、あるいはシク教徒であるのか、ヒンドゥー教徒であるのか判断するのは不可能であるが、 カウアーがつくことによって、祝教徒の女性であると判別できる祝教徒は、名字の後にサブネームを持つ者も,も多い。この場合のサブネームはなら。したがって、パーミンダーならの芸名は、名前、サブネームの構成となる。ありがとうございます。